最初見ると立ち上げの日で、六角形で、うん、片一辺が25メートルの往復で50メートルの六角形をまず練習じゃなくてあっちゃったクラブを決めるとさでちょっとレッスンあれもソールも全部もカットカット全部全部あそうだからまだ来てないまだ回ってないあの、J リーグの公式が入ってるからゴルフの話はやめてなすいませんもうびっくりしましたよいや、そもそも何するんだろうって思ったんで実際、まあ、リハーサルもちょっとやって前回、1週間前に1回まあ、打ち合わせじゃないですけど実際にどういう感じで動くかみたいなことは再スタじゃないんですけど違うグラウンド借りていろんなスタッフさんもみんな来てやったので、まあ、そこでどういう感じで動くかってことはもうみんな一応理解して今日はだからそこを合わせるっていう感じじゃないですかね僕は、はい、スライディングをするってまさに現役の時そのもののシーンなので、まあ、いつも通り J リーグが少しでも盛り上がるように頑張りたいと思ってますおどうだろういや面白いんじゃないかなと思いましたね、サッカーでっていうのは、まあ、サッカー盛り上がるのかなっていう感じでしたねいや、いいなみたいな今日観客として見に行きたいなとか言ってましたそうですね、本当サッカー経験がなかったんでだから本当最初やった時っていうのはなんだろう、これ大丈夫なのかなっていうぐらいで徐々にこう練習やっていくうちにもうすごくこう普通に蹴れるようになったりボレー僕たちがやるとしてもなかなか難しいボレーシュートとかでもなんかこう簡単にやったりすごいこう研究して勉強熱心で、ね、あこれがダメだったからこうした方がいいとか次の時にこう調べてやってきたり陸上っていうのはやってたんで運動っていうのは多分できる人でしたし、まあ、サッカーは初めてだけどすごくこう素質はあるんだなっていうのはすごく感じましたねいやまあなかなかこういう機会ないんで、はいまあ、楽しみですし、まあ、なんかこの前リハーサルした時に、まあ、なんかこうどういう現場なのかなって初めてのことだったんででもみんなでこう作り上げるというか、まあ、演者含めまあ、主演の方がいてディレクターの方がいてとか、まあ、いろんなその試行錯誤のもとに何かこう一つの作品が出来上がった時の感動みたいなその演者の中での感動みたいなそういうのあるなっていうなんかチームワークじゃないですけどそういうのすごくリハーサルの段階で感じたので、まあ、すごく楽しみにしてますし、まあ、本当にいいものが取れればいいなって最終的にその綾野さんのゴールっていうところで、まあ、多分そこで完結すると思うので。まあ、いいものが取れればいいなっていうふうに思ってます僕の役としてはもう正直なところも誰でもできると思うんで、はい、まあでもそのリアリティの部分だったり多分その局面局面の多分プロでやってきた人たちなんでそのなんかこう本当に実際に起こり得る事象みたいのを体現できなかなか普通の人には多分できないことだと思ってるんで、まあ、そういう意味ではやっぱその瞬間瞬間のリアリティっていうのは出せるかなっていうふうには思ってるんで、まあ、そういう部分で一生懸命やっていきたいなっていうふうに思いますねもうなんで俺なんだろう率直な感じでしたでまあちょっと断ろうと思ったんですけど嫁がやっとこいっていう奥さんから強い推しがそうですはいいや僕なんかドラマ出ていいのかな一緒に出る方々がすごいんで迷惑かけないようにするだけです、はい、いやびっくりどんなセリフがあるのかなと棒読みになるんじゃないかなと思いましたけどセリフなかったです周りの方になんかお話しされたりはありましたいや家族だけですね、はい、どんな反応されてましたみたいなどんなドラマみたいなのは言ってたんですけど僕もよく分かんないっていうふうな回答しましたけど、はい、すっごい人数の人がいてあ本当にサッカーの試合やるんやなっていうような感じはしましたけどね
まあ、試合で流れの中でクロスを上げてシュートしてそのこぼれ球を主役の人が打つという形の、それがどこまでうまくいくかっていうのが合わせれるのか難しいですけど、はい、本当に僕クロス上がんなかったら多分終わんないですよね。それ責任結構重大なので、はい、いいクロス上げれるように頑張ります。間に合った、危なかった。バスがつながります。6万人の大観衆の日本ゴール。みんなが拾っている最初の日本。スライディングから始まりましたけど、はい、いかがでしたか。いや、まあ、よくやってたようなプレーなんで、そんなに違和感なくやらせてもらってます。それでキーパーの、はい、いわゆるカウンターへの始まりとなりました。はい、いかがでしたか。緊張しました。いや、もういつもやってたんで、本当に緊張せず。はい、いや、もうあんまあのポジションでプレーしたことないですけど、あんまり、まあ、でも、まあそん、カウンターの時は、まあ、たまにああいうこともあったので、まあ、そんなに、はい、難しいことではないので、はい、そして受けて止めて蹴るで、見事なサイドチェンジでした。はい、いや、もう、いや、もう梶さん走らせればいいんで、まあ、僕は別に合わせなくて、まあ、適当に蹴ってます。そしたら走ってくれます。そして決めていただきました梶さん、最後のクロスです、はい。一番最年長で一番運動量ありますから、いりますから。現役終わっても一番運動量いる。ほんまにいつ休めんのやろって俺は思うんですけどね。休めないですよね、あそこは。休めないね。重要だね。重要。一番重要だね。しっかり仕事こなしたいと思います。いやね、2009年のモデルになっているということで、またサッカーがね、より皆さんに分かってもらえるような興奮と、本当にリアリティを求めて、皆さんやっているので、皆さんぜひ、見てください。J リーグもよろしくお願いします。ドラマが放送されるようになると、サッカーを見たことないとか、サッカーに興味がない人ももしかしたら見るかもしれないので、そういう人たちにサッカーを興味もらえるようなドラマになると思うので、そうやってサッカーの輪が広がっていくことを望んでます。昔あったもんね、ビューティフルライフとかあったもんね。 あれで美容師の人もね、そうそうね、そう、これでサッカーまたね、確かにサッカーやる人も増えるかもしれないし、サッカー選手かっこいいですね。またさらにスタジアムに来てくれる人も増えるかもしれない、そうなってほしいです。いや、確かに、いや、本当見たことない人たちがこうドラマとしてこう見て、あ、楽しいなと、あ、これちょっと本当に見に行きたいなと思わせられるようなこうドラマになると思うので、ぜひ見てください。もう全ては梶さんにかかってると思います。まあ、っていうのは冗談なんですけど、まあ、みんなでこう作り上げて、まあ、サッカーというものを通じて、たくさんの人にサッカーの人気だったり J リーグというところをこう人気につながれば、僕たちはすごく喜ばしいことだと思ってますし、まあ、そのためにまあ一生懸命やって、たくさんのこの視聴者の方に届けられるように一生懸命頑張りたいと思います。そうですね、このドラマをきっかけにサッカーに興味を持ってもらって、まあ、J リーグもそうですし、今年はワールドカップがあるので、まあ、ぜひサッカーに興味を持ってもらって応援してほしいです。お願いします。